あの VSE が夜間に走ります。 皆さんおはようございます鉄道総合館ですえ本日は昨日発表された小田急からのニュースをお伝えいたします初運行特急ロマンスカーに乗って終電後の特別コールなどを夜通し満喫いただけますと2022年5月18日リリースのニュースになります 日付は6月25日、7月2日、ロマンスカー VSE で一夜を明かすナイトツアーを開催ということで、えー、小田急電鉄は2022年6月25日土曜日、7月2日土曜日、えー、2回開催されます。特急ロマンスカー VSE で終電後の特別航路。 夜間留置の車内体験などをお楽しみいただける大人向け特別企画「ロマンスカー VSE」で一夜を明かすナイトツアーを開催いたしますえ。本ツアーはこれまでの企画にご参加のお客様へのアンケートにおいて多数のご要望をいただいた夜間ツアーを実現するもので終電後のロマンスカーをお楽しみいただける初めての企画です。が夜間に何かやるっていうのは 確かこれが初めてだったと思います。夜行列車とかも過去運転したこと多分なかったと思うので、えー、珍しい企画です、えー。本企画は2日間とも15時ごろ VSE で新宿駅を出発し、えー、翌朝7時に新宿駅へ到着するまでの約16時間に及ぶ18歳以上の方に向けたツアーです。 VSE 車内では車内照明を落とし終電後の特別ールを走行する本ツアー限りの車窓が見どころとなるほか深夜は小田原駅構内に漂う独特の静熟静かに包まれながら車内で一夜を過ごしていただきます翌朝は朝日輝く中迫力の富士山など 深夜の風景とは違う一面をお楽しみいただき都心を目指すまた箱根湯本駅ではフリータイムを設け貸切の登山電車もは1系2 k に乗り換えて強羅駅までの往復航路の中紫陽花電車としてこの時期限定のライトアップされた幻想的な風景を車窓よりお楽しみいただけると。 ご参加の方には、車内で一夜を過ごしていただく際に最適な VSE ロゴ入りのオリジナルブランケット、缶バッジ、D 型貢献記念乗車証などのツアーオリジナル記念品も用意していると。お申し込みは5月20日、えー、5月20日、明日ですね。明日の12時30分、小田急トラベル ウェブサイトにて先着で承まります当社では2023年秋頃の VSE ラストランまでの時間を皆様にお楽しみいただくための特別企画を実施しており今後も様々な企画をご提案いたします詳細は以下の通りです日付は6月25日7月2日どちらも土曜日募集人は130名 18歳以上のお客様限定でお一人様で2席利用できます集合解散は新宿駅13時30分頃から受付を開始して翌日の7時頃解散金額は3万4800円もしくは3万5800円夕食がついておりますお弁当の車中食となりますと お申し込みは5月20日12時30分から小田急トラベルウェブサイトにてお申し込みを受けたまわりますと。新型なんとかウイルス感染拡大状況、当日の列車の運行状況により中止または内容を変更させていただく場合があります。集合前と解散後の交通費は各自負担ですという形になります。えー、VSE はもう来年引退と。 定期運用はもうすでに終了しておりますけれどもまだ VSE にねあのしっかり乗れる企画がいくつか今後も発売されるということになります。えー、VSE にご興味のある方は是非ご参加されてはいかがでしょうか。ということで本日は夜間に開催される、えー、VSE のナイトツアーについて、えー、お知らせいたしました。